欢迎过来那个索尼分部总经，我负责Smart Product 的细项部，黑庄景东，然后他是Smart Product 的产品计划部。Good morning. Jin Dang. My name is Gondor, Product Planning Manager. 好，金东关照。虽然我姓名里有黑川的黑字，但是我的姓里有很白的，请放心。先说那个我们公司的 vision， 我们的公司的 vision 是创造股东，创造股东，这是2016年开头，那我们总经理来发布会的时候经常说的东西。所以呢，已经开发好了，还有那个现在开发中四个那个 smart product， 全部所有的 smart product 的内容是那个开发性的股东。创造性的活动，比方说 Expedia Year 的话已经发布好，然后那个为所有的消费者的大激励机器内现在很欢迎，还有销售也很越来越提高了。今天我来讲一点那个 Expedia Touch 新的产品，然后后面有那个 Expedia Year 已经有那个 Mockup 的东西，请看一下。这个四个产品内有所有的索尼独立开发的先进的技术，所以呢，为索尼高技术来安排好这样子那个比较未来的产品。听得懂？那我来介绍 Expedia Touch 的具体的内容。这个 Expedia Touch 的最大目的是家庭内的活动更加自然，家庭内的活动更加自然。因为呢，现在家庭内所有的那个小孩自己看自己的手机啊，或者自己的电脑，然后那个爸爸妈妈看自己的那个液晶电视啊，这种覆盖的比较多，所以我们先安排这个投影机那个新的产品来，开始他们每个人的沟通更自然一点。那具体的内容是什么？第一，比方说那个坐在之后会播音，那个我们那个kitchen 的内容，那脚步那可以安排好。如果那样子的话，如果有手不要洗手来，可以按所有的按钮。比方说所以呢，这样子那个功能，下面有两个大的技术，我来介绍。虽然有很多技术，但是那个两个大的技术来介绍。第一，已经看过那个 Portable Ultra Short Slow Project， 超短距投影机，听得懂吗？这个投影机的那个技术是我们索尼自己开发的，三个部品来已经那个先建立了。第一是 SXRD， 第二是那个 Ultra Short Slow Lens， 第三是那个レーザーエンジン。这个三个功能一起发起来，然后可以看可以整理好这样子很小的投影机。然后第二个功能是 The Magic Touch， 请记一下 Magic Touch。这个功能很有意思的，因为那个投影机下面来触发红外线，这下面有红外线覆盖大概这个是范围，然后有手按那个红外线的地方，然后这个地方按了以后，这个里面的 image sensor 可以看的东西，哪个地方已经按摩好了，然后突然这个image sensor 发给这个信息给那个里面的 CPU， 那 CPU 来安排所有的信息。这个一个功能比较复杂，但是我们已经好了。比方说一秒内六十frame FPS， 还有那个这个十个点可以看得到看得到。所以这个两个技术内我们准备好，这样子自然的沟通方法。好，
好，爸爸，谢谢大家。好，啊，那那个，近藤さん来介绍，这个的那个demo。はい、それではデモンストレーションをしたいと思います。接下来、はい、换另外一个先生来帮我们做デモ。これがエクスペリアタッチです。右边我们现在看到这一台就是エクスペリアタッチ。はい、ターンエニサーフィスイントゥタッチスクリーン、どんな壁どんなサーフィスもタッチスクリーンできるという観点で、テーブルウォールがタッチスクリーンにプロジェクターに今なっています。那我们的概念就是，只要是任何的这个平面，包括我们现在看到这是一个桌面或者是墙壁，只要它是平面的地方，我们都可以投影，它都是我们的投影荧幕。一つのエクスペリアタッチという商品を下を向けること、上を向けることによって、一つの商品でどちらにも映すことができる。これがどんなサーフィスもタッチスクリーンすることができるというポータブル商品です。对，那它是一个方面携带型的，而且呢，你可以看我们把我们的这个投影枪，看它的这个方向是要朝上面还是朝旁边，其实那它就会影响到你可能可以投在墙壁上、投在桌面上，甚至任何的方向。そしてマジックタッチですね。还有我们刚刚讲到。どんな壁も触ることができる。刚刚讲到这个。触ることができる。これが一番の特徴です。刚刚说到的这个魔法般的触控，就是像他刚刚所操作的，不管你今天是投影在什么样的墙面，你都可以直接用你的手指来进行触控的操控。非常にスムーズに触ることができます。60fps でタッチスクリーンが動いています。好，它可以这个整个操控的速度是非常顺畅的。我们刚讲到它是60fps。ご覧いただいてわかるように、Android OS 7.0 バージョン 7.0 が動いています。那大家应该知道它里面的这个整个 OS 是用这个 Android 的7.0的系统。はい。したがって Android Play から多くのアプリケーション、ほとんどすべてのアプリケーションをダウンロードしてインストールすることができます。所以你可以从这个 Android Market 里面商店里面呢去下载非常非常多的这个应用程式，直接在这个利用这个机器来使用。この商品を使って私たちは家の中にコミュニケーションをする場を作りたいと考えています。那我们刚刚有稍微提到，我们希望借由这个商品呢，帮助我们在家庭里面制造一些更多沟通的空间。例えば最初の画面は時計に加えて今日の天気、インフォメーション、こういったものを表示して、これを毎朝見ることによって、あ、今日の一日というのをスタートすることができるというスタートスクリーンを作っています。比方说，我们现在看到它所投影出来，这是我们的起始画面。那在起始画面里面，当然你中间看到的是今天的时间，那在旁边还有今天的跟天气相关的一些资讯。那你的一天的早上呢，就可以借由这个面，我们现在看到的这个画面，给你的一些资讯，开始这一天的生活。そして家族のコミュニケーションのために我々が用意したのはメッセージボードです。然后我们为了我们刚刚讲到说这个产品的目的是要增加这个家庭里面的沟通，所以我们提供了一个像这样的功能，有点像一个留言板。例えばお父さんから子供にメッセージを残す。Good morning。比方说我是一个爸爸，我要留一些讯息给我的小孩，我跟他说 Good morning， 跟他说早安。すると、私のグッドモーニングというのがホームスクリーンに記録されて、子供はこれを読むことができます。好、然后在我们的这个主面板上面呢、我刚刚写的这个 Good morning、它就会被留下来、然后我的小孩醒来就可以看到这个讯息。子供が描いたライオンや猫のイラストなんかも楽しむことができます。然后这个爸爸妈妈也可以看到小朋友画的这些狮子啊、还有那是猫吗？好、那还有看到猫。はい。同じようにカレンダーですね。カレンダーを家族の間でシェアして楽しむことができる。こういったアプリケーションも用意しています。好、那另外我们还有一个应用程式使用方法是像这个日历、所有的家人之间我们可以来共享大家的行程。ここにウェブカメラがついています。我们可以看到这个机器前面、它现在手指的这个地方、这是一个那个 web camera。ウェブカメラを使って、例えばおじいちゃんおばあちゃん、グランマ、グランパの家とつないでビデオチャット。壁を使ってビデオチャットようなこともできます。所以如果你跟你的爷爷奶奶哦，就是长辈住的比较远的话，我们彼此也可以利用这样子的一个装置，把它投影在墙壁上面，然后跟远方的家人聊天。このマジカルタッチと同じように、マジカルなウィンドウが家の中にできるような形のアプリケーションを想定しています。那我们这个概念是说，刚刚讲到我们有魔法般的触控功能，我们也希望这样的画面像是一个魔法般的这个窗户，带我们到另外一个地方去。はい。Android Play、Android Play ですね。Android Play からいろいろなアプリケーションを楽しむことができます。例えば例としましてゲームですね。我们刚刚说我们可以在这个 Android Play 的这个市场里面去商店里面去买到很下载很多的这个应用程式来使用。比方说他现在给我们介绍的是游戏的用法。はい。ゲームは
つのテーブルを家族で囲んでもらいたいので、こちらの画面であのゲームを楽しんでもらうことをお勧めしています。那玩游戏的时候我们很希望是全家人一起围着桌子玩，所以我们推荐你们的这个使用方法是把它投影在桌面上。はい。I can read the title. Need I? Okay. Okay. 最大で10本のタッチスクリーン、マルチスクリーンに対応しています。10ポイントタッチ、10ポイントタッチ。然后我们最多可以对应到10个触控点。ですので、1本だけではなく、2本、2人、3人、子供と親が1つのテーブルを囲んで、ゲームを楽しむことができます。で、爸爸妈妈可以跟小朋友一起在同一个画面上面玩这些游戏。その他に、はい、マックス最大で10本の指に対応していますので、例えばピアノのアプリケーションなども試すことができます。我们十只手指头是个触控点，所以你也可以在这边练习，像弹钢琴一样。スピーカーあのステレオスピーカーの中に搭載しておりまして、非常にこういい音、あのハイクオリティな音が聞こえるというのが確認できると思います。那我们这个机器里面它本身也有搭载立体声的这个音响，就是放大器，所以我们也可以听到它出来的声音是还蛮好听的。こういうような Android の、プロジェクターという商品になっております。で、こちらが、商品のデモンストレーションになります。右側に用意しているのはコンセプト、この商品を使ってどのようなコンセプトを作れるかというところで、我々のデザインチームが作ったコンセプトになっています。こちらをご紹介したいと思います。好，那我们这边刚刚是一个简单的 demo， 现在右边放的那个是那台呢，是一个这个 concept， 就是我们设计团队在想说，利用这样的东西，我们可以做出什么样的东西，还有什么样使用方法。这边有三个主要的这个 concept 的介绍。これはエクスペリアタッチをエクスペリアタッチを3台使って特別なテーブルを使って作ったあのデモンストレーションになっています。好，这个是利用三台我们的这个 Xperia Touch 所做出来的一个特殊的 demo kit。 これは非常に大きいピアノになっています。它本身就是一台大的钢琴。またあのどのようなところを触っても、楽器を出すことができる。所以在这个桌面上，不管你触控哪一个地方，都可以都出现音乐。だけではなく、ホームコントロールのようなことにも使えると考えています。那这样子一个设备，我们觉得它除了家庭当中的娱乐功能以外，我们也希望它可以帮我们做到一些家庭内的智慧管理。例えばこちらにライトのメニューがあります。好像它刚刚选的 light 就是光线。ホームコントロール、ライトを明るくしたり。我要把灯调亮一点。ライトの色を変えたり。或者是改变颜色。コントロールも指一本でマジックのようにすることができます。你只要用一根手指头，就像变魔术一样，你就可以做好很好的家庭内的这个智慧管控。その他、家の鍵を閉めるというようなこともロック。今ロックがアンロックされています。ボタン一つ押すとドアがロックされています。ドアがアンロック。另外，我们还有一个是智慧门锁的功能，像刚刚这边我们有一个锁头的这个符号，然后它按了一下之后，就可以把那个锁像是开或者是关。このようにあのマジカルな指で直接触ることができるエクスペリアタッチを使って、いろいろなアプリケーション応用が考えられると考えています。所以我们只要像刚刚用这个，只要你一根手指头，然后魔法般的这个触控功能，你就可以达到很多很多在 Android 系统上面呢，它提供的应用程式的这些功能。はい、あのぜひこのマジックを楽しんでください。私からのデモンストレーションです。好好的享受一下这个魔法般的这种触控技术。那我们简单的示范跟这个刚刚的 demo 就到此为止。
ぜひ直接触って、ここから直接触っていただいて、体感していただきたいと思います。那接下来我们欢迎大家可以直接来碰一下，碰一下。はい、クッションは近藤と黒川の方にどんどん、クリックください。はい。